愛知県立千田商用高等学校は愛知県千田市八幡に所在し、千田高校と千田東高校を前身とする公立高校。2007年3月まで高知内に暫定的に普通科高校の愛知県立千田東高等学校が並存していた。千田半島に所在する唯一の総合学科を設置する高校であることで知られている。高校の略称は商用。 名古屋市や豊明市の南に位置する千田半島の西東端に位置する千田市に所在している。2005年4月愛知県の第一次高等学校再編計画で普通科の千田高校と千田東高校を統合し、千田東高校の高知に総合学科の高校として創立。千田高校と千田東高校は2006年度卒業生限りとなり、千田高校は完全に廃校となる。 2007年9月12日13日に第一回商用祭が催された。千と半島で唯一の総合学科があり、選択するコースによって様々な分野を学ぶことができる。1年生は普通科高校と同じような授業科目で、あるが2年生からは文系、理系、各種コース別の選択科目を選択することになる。しかし2年生へ進級する際、 一部の必修科目を除き進路に合わせた教育課程を選択することになり、総合学科とはいえコース性の要素が高くなる。普通科にはあまりない学校設定科目が多いことも特徴である。この関係で科目数はかなり多い。コースは以下に記載する。制服は男女共にブレザーが採用されている。ブレザーの左胸には交渉がついている。名札は 身分証明書と兼用。交渉付きのセーターも用意されており、必要に応じて着用することができる。男子の場合、ネクタイを着用する。このネクタイは、フック式が採用されており、結ぶ必要がない。女子の場合、着用するのはリボンで、こちらもフック式を採用している。また、スカートとスラックスを選ぶことができる。ありがとうございます。